ごきげんよう、水。私めはこちらに。私のもの返してくれない？いやだね、触んな。このスーツケースはおまわりさんに渡すんだ。バーカバーカ、ふぬけた蛇やら。海賊の私ですら少々驚きました。子供が窃盗などするもんじゃありませんぞ。随分と冷たい時代に来てしまったようですが、このままだとあの中にいるレグルスが粉々になるのは時間の問題かな。ミスターアップル、頼んだよ。承知しました。このアップルめが直々にしつけし直してあげましょう。もちろん児童権利宣言の範囲内で。同意見ですぞ。白か、あるいは全ての色か。大賛成ですぞ。綺麗な虹ですな。同意見ですぞ。虹の成分を引き出します。知恵と力、より大切なのはどちらかな。今度は受動に隠した。きっとそう容易には人目に触れないはず。40年前のアルカニストは随分境遇が悪かったようですな。人間と言葉を交わす機会すらないほどに。君たちのサブカルチャー運動によって確かに一部のアルカニストたちの社会的地位は変化した。だが20年代はまだ不公平な出来事が多発していた時代だ。ミスターアップル、スーツケースが完全に見えなくなるまであとどれくらいかかる？あと30分ほどですな。このアップルめ、ただいま光の角度がぴったりとはまる位置を探しております。先にお戻りください。船長がお楽しみを探し始めないか、このアップルめは非常に心配です。おっふん、要するに暇つぶしに何かしでかさないか懸念しておるのですよ。
レグルス？電気すらついていない。他の部屋にでも行ったのだろうか。レグルス、どうしてあんなところに。私のレコード返して。ああ、なんだか様子がおかしい。早く彼女を見つけないと。だんだん濃く。この糸、立体感がない。時間、この光景、どこかで。確か、私。湖の水は今にも溢れそうで、ひんやりと波紋は揺らめく糸のように、ここはどこです？え？タイムキーパー？やった！ちょうど探していたんです。ここはどこですか？もしかしてアルカナムナンバー00026260310008、カミングを使って私をこちらに？いいえ、少し違うわ、この感じ。ソネット、どうして？まさか私がこの糸に触れたから？レディー Z がそう言っていたんです。え？レグルスは、あれ、なんだか様子が変ですね。私も少しクラクラするような。みんな気絶してしまった。なぜ？一体何が起きているんだろう。私は何ともないみたいだけど。
後でもう一度調査する必要がありそうだ。チームメンバーのためにもさらに準備しておかないと。こんにちは。今日のシャツはあなたの瞳によく似合っていますね。Thank you.